はいどうもピョキンです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。今日のトロールコースファン、トロールということで、あのびっくりマークを言葉だけで表現するのめっちゃ難しいね。でね、この制作者さん、トロールコース2作目なんだけど、1作目がとてつもなく面白かったのよ。なんで今回もめっちゃ楽しみなんだけど、最速が5分近くかかってるじゃん。だからめっちゃ長い戦いになりそうで怖いんだよね。とか言うとでも思ったか、このトロールキングマリオメーカー2全てのトロールコースを制覇してやろうじゃないか。そういや最近こんなコメントもらったんだけど、生後5ヶ月ぐらいの子が僕の動画を見ると泣き出すっていうコメントがあって、だから小さいお子さんもやっぱ泣き止むような動画を作っていきたいね。僕って声が大きいじゃん、そのせいで泣くんじゃないかなと思うんだけど、だからそこのとこをねちょっと抑えていこうかなと思うんだよね。ね、生後5ヶ月の方見てる、ピョキングっていうのはね優しい方だからね、安心して見てね。開幕スパイク大丈夫かな、今の開幕スパイクでまたお子さん泣き出してないですかね。すごい不安なんだけど、ここ隠しブロックないのか、沙織ちゃんかな、たくまくんかな、沙織ちゃんにしとく。沙織ちゃんここ土管に入れないね、だから一緒にドアに入っていこうね。一緒にゲームしたら何も怖いものなんてないから、だからこのコースで一緒に壊れていこう。バッチャイ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 、そりゃ泣くわこんな実況してたら。ちょっと時間を置いていこう、多分上から隠しブロックが降ってくるんだよ。だから時間を置いてジャンプしたら大丈夫だと、そういうことなんだね。そしてあの50コインの方連れて行かれるんだろう、分かってる。だからここは左押しっぱな、こんくらいは全然ぬるいよ。あんなのに引っかかったら僕はトロールコースやめたいと。もう面白いよ、上等じゃねえか。それじゃあ僕の心に宿った闘志の炎が先に消えるか、お前の炎が先に消えるか、勝負しようじゃないか。それまでここは僕くるくる回り続けていくぜ。なんか今変なやついなかった？尺を稼ぐな、そんなところで。さっさ先に行け。じゃあここは50コインの方を信用してはダメだね、一旦取ってみる。いやここ行ってもね先に進めないもんね。だからここオンしてメットを取るんじゃない。あっバリー、正月みんな何する？いつからかさ、ガキ使がもうなくなったじゃん。それによってさ、正月の楽しみが消えた方っているんじゃない？いや僕もその一人でさ、いやマジでいつもめっちゃ楽しみにしてたんだけどな。ここまでやって超重大なことに気づいてしまったね。このコースピンコインコースじゃないよ。そして小さい出来事にも気づきました。僕の口からなぜか血が出てる。なんでだろう。じゃあここのブンブンは踏んで一旦左に逃げてみる。それで合ってるよ。やっちまった。身を尻尾でいいのかな、それで行ってみる。あ、それでいいんだね。そしてバグも使ってんじゃねえか。いや全然いい、バグ大好きだからね。だが僕の方がバグってるから、バグ差では僕負けてないよ。さあここはジャンプしてあのリフトをかわす、そして50コイン取っていく。そんな余裕も見せちゃう僕。キラリン。さあ50コインも取れたところでドアに入っていこうか。余裕だったね50コインなんて。そしてここシュッ、そしてすぐドカに入っていく。絶対なんか降ってくると思ってたんだけど何もなかったね。何もしない。奈落の底へレッツゴー。ここはダッシュボタンを押さずに右押しっぱ、それで先に進めるでしょう。でこのオンオフすればいいのか。あのガリガリ信用する。僕はあえて何もしない。頼むぞ赤木乳業ガリガリくん。やばい、企業案件来るかもしれない。ピオキングさん、ガリガリ君食べてくれませんかみたいな。ほらほら、そしてこの土管に入っていけばいいのかな。右行ったら上に連れて行かれるもんね。だからこの赤い土管で合ってると思う。マジで巨サイキング、ここは右ダッシュしていこう。頼む。なんかさ、このコース罠を回避しやすいね。めちゃめちゃ綺麗に作られてて、ザ王道っていうトロールコースだね。超氷、さっき氷ブロックとか降ってきたっけ、全然分かんなかった。そしてここどうやって行くんだろう。一旦この場所まで行く、そしたらなんか来ないと。あー、リフトが来てくれるのね。どうもありがとうございます。だから僕はまだまだ足りない。もっと僕を痛みつけてくれ制作者さん。さあここはどうすればいい。ファイヤーを取れっていうことか。じゃあ一旦左の旗の立てすぐ右に行く。ここで合ってる。いやいや、うますぎる。やばい、やばい、じゃ調子良すぎよ。このままあの花ちゃんから逃げていこうか。ここどうやって行けばいいんだろうね。とりあえず右ダッシュしてみる。あの枯葉取らない方がいいんじゃない。やっぱりね、そういうことか。今日はさえまくってるよ、サイキングだね。映画化しようかな、サイキングとケンちゃんの石みたいな。でここ素直に渡らせてくれるわけがないんだよな。何か来るだろう。一旦後ろに追ってみようか。何もしないで
このダンゴムシが一番前に追っていこうか。そして出てきた瞬間ジャンプでかわしてドアに入る。これでいいね。そしてねチェック、うー危ない、うーんどど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 ドライバー、ここマジで行き方が分かんない、すぐ右、あはははどうするのこれ。今のところよく見よう、何か抜ける道があるはずだ。あ、上ここバーがあるんだね。そしてこの地帯に登っていけっていうことか。いや、ほんと慣れないよな、この魚が落ちてくるやつ。ここ普通に上行っていいのか、何もしてこないよな。頼む、オッケー。お前の名前は何なんだ。そういや今日さセブンでカレー買ったからそれ食べるんだけど、そのカレーの名前にさブイヨンでなんたらかんだらって書いてたんだよね。ブイヨンってなんだろうね。なんかブヨブヨしてそうだよね。お前の唇のようにね。そういや僕密かに思ってることがあって、めっちゃ溜め込んでるんですよ。でも今日ぶちまけたいと思う。僕もうちょっと褒められてもいいんじゃない。こういうところにあるブロックって絶対叩かないじゃん。でもそれを叩く僕、もうちょっと褒められてもいいと思います。そしてここ上を失敗してドアに入れてくれるわけがない、だから何もしない、それが基地だ。赤木乳業から企業案件来るかな。来るわけねえだろ。どっかのさマイナーなお店とかから来そうじゃない、デパートというかスーパーみたいな。今夜の晩御飯は魚。じゃあここすぐ左に逃げようか。そして魚が落ちてドアに入る、それでいいんでしょ。まあまあまあ読んでた。これさドアに入るタイミングちょっと難しくない、タイミングよく上押せっていう感じでしょ。オッケーオッケー入れたね。そして次はあのコイン、怪しいな。あれ、いやどっか行けるはずだよね。でやっぱさチェックポイント1からチェックポイント2までめっちゃ長いよね。だからチェックポイント2取ったらすぐゴール。小中の小の罠に引っかかってしまったね。隠しブロックとかあの右下なんか怪しいんだよな、なんか動いてるの見える。いい加減にせんか。すごい悔しい、2回とも隠しブロックに引っかかるなんて。そして右のあのブロックも変わりそうなんだよな、Pスイッチが発動して。だから右下のコイン、あそこが正解だ。オッケー合ってる、オッケーオッケー。そして何なんだこの矢印の量はよ、どっちをし、あっ無機物だ。いやほんとチェックポイント2まで長くない。でもさこういう演出があるってことは、このドクドク感、この演出の後にチェックポイント2があると僕は見た。さあここは右に行って一旦左に行く。ボムヘア爆発しないか、じゃあ矢印信用するよ。頼むチェックポイント2そろそろあって。あったね、あのチェックポイント。何もしない。なんでそうなるの。ここ左落とすパターンでしょ。適当に言ってみるか。やったータイミングズレズレ。右おしっぱかな、右おしっぱしてみる、それでいけるんじゃない。頼む右おしっぱで。やった。いやもうそろそろゴール近いんじゃない。さすがにここまでめっちゃ長かったもんね。どうなる。いや絶対そうだよ。では何も出てきたね、やっぱり。もしかしたらねここワンチャンアイテムかなと思ったんだけど、ただのパックンだったか。で次はまだまだゴールなさそうだね。いやこのブンブン、いや絶対無理だよね。だからこの下に行くことが正解なんじゃない。なんかアイテムを取ってこいみたいな。いやもしかしてさあのブンブンすり抜けれるみたいな、なんか前にもそんなあったよね。どうやって作ってるんだろうね。じゃあここはブンブンをすり抜けれると信じて一旦右に行ってみる。へいじゃねえんだよ、誰なんだよお前は。当たらねえブンブンはブンブンなんかじゃないよ。そう新しい名付け親を僕が名付けてあげよう、栗まんじゅうだ。じゃあここは右に、いや足場があるよ、だからジャンプも何もしないで渡っていい。違うよ、ジャンプしたら絶対なんかありそうな気がするんだけど、ジャンプしたまま右行く。あ、ジャンプしていいんだね。さあそろそろマジでゴール近いと思うんだけど、え、マジで長い。ここ何が起きるのあいつ、え、なんか起こしてきそうなんだけど、乗れってことこれ。いやめちゃめちゃ面白そう、乗ってやろうじゃねえか。どうだ、いや光合成してるマリオがめちゃめちゃ輝いてる。こっからジャンプしたらどうなるんだろうね。右に向かってジャンプ、あんまならないのか。意外と普通だな。このハテナは、あ、このハテナも何もないのね。じゃあドアに入っていく。なんかめっちゃ面白いギミックだったね。そしていやー、あれそこはダメだって。だが僕はもう読めた、ここの場所にどっかにゴールがある。このキノコを取ってあのガリガリの中なんじゃない、絶対そうだと思うよ。さあそうだろ、やった。今ゴールした
た時のスターが飛んでたの見えたよ。いや本当にこの方のコースめっちゃ面白いね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、シンプルなコース2ということで、サムネを見る感じでマスターソード、ハテナブロック、そしてブラパがいるんだけど、どういうコースなんだろうねこれ。まあゴール条件があるからそれ見てったらわかると思うんだけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.35%。 そしてさ、今気づいたんだけど説明文、よろしくお願いしますじゃないで、よしろくお願いしますって書いてる。これ僕じゃなかったら気づけなかったね。あれわざとしてんのかな、よしろくお願いしますって。そしてゴール条件が1回地面から離れたら着地しないでゴール。いやちょっと待ってね、めっちゃ考えるわ。とりあえずこのリンク取ってみようか。リンク取って、いやでもこうしちゃうともうジャンプしなきゃいけないよね。はあ、どうやって着手しないでゴールすればいいんだろう。ちょっと考えていい？このリンクを取るところまでは合ってる。そしてここでジャンプするとゴール条件が奪われる。っていうことはもうこの下に来たらいけないんだろうね。なんでちくわブロックから降りずマスターソードを取る方法を見つけようか。コインとかだったらさ確か取れるんだよね。でもマスターソードって取ることできんのかな。ここで右押した瞬間左、右押した瞬間左、うわ無理か。今度反対からやってみようか。左行った瞬間すぐ右、うわ無理ばい。絶対この方法じゃ取れないと思う。なんで別の取り方があるんだよきっと。これほんと頭使うばい。知ってる方知ってんのかな。じゃあちくわブロックが降りると同時に右にダッシュしてみようか。これで上の方に行けないかな。ちょっと何回かやってみるね。これ絶対タイミングが重要なコースだよ。落ちる瞬間にすぐ右、デレデレチャレンジだよ。諦めないさ僕は。落ちた瞬間すぐ左、やった来た来た、これだね。多分この取り方で合ってるんだよ。そしてこれでパウブロックを出して破壊する。これでねブラパが倒せると思うんだよね。こっから、あこっからあれか、ジャンプしてゴールすればいいのか。もったいねいやこれさジャンプもめっちゃ難しいんじゃない。こっから、いやほらほら、あそこからゴールポールに捕まるのも至難の技だね。まあでもこりゃ顔が見えてきたね。ここでリンク取る、取れない、もう一回行くよ、何度でも挑戦するさ。はいダメいやこれねリンク取ると地味に難しいんだよ。だから次からリンク取った後から流してっていいかな。オッケーオッケー、無事取れたね。でリンクの状態ってしゃがめないじゃん。だから一旦当たっておこうか。当たって通常のマリオになったらしゃがめるからさ、この状態でダッシュジャンプして向こうに行こう。多分それでいい、頼む。なんだそのジャンプは。あのジャンプのところだけマジで集中するわ。ちょっとマジで集中するから無言になっていい。あそこマジでむず。スーパーミラクルローリングさんだ。パパパパ、もうやめていいんじゃない。クリア方法分かったから別に見せなくてもいいと思うんですよ。あとはここでジャンプするのをみんな見とくだけだから、もうこんなの見る必要ないから、ちょっと黙るね。ガチでいく。俺をなめるな。シャいやー、取れ高的にミスってほしいところがあったんだけど無事ゴールできてしまいました。まあ一回地面から離れたら着地しないでゴールっていうゴール条件をうまく使った面白いコースだったね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。